時この後 OB トークライブということで山崎武史さんがお越しになります。どうぞご期待ください。そんな山崎さんのこちらスーパーカー、すごいですよねこれ。超かっちょいよこれ。ちょっとこれ乗ってサングラスかけてヨーとかやってみたいです。絶対できないですけど。どういうこと？乗ってサングラスまでいいけどヨってどういうこと？ヨって友達とかにヨやりたい。窓から、はい、あ、なるほどね。あ、でも一応合ってたね今ね。あ、左ハンドルだからこっちからヨで、ね、合ってたね。こっちじゃない。ちゃんと行けますか？あ、そう。あ、免許持ってんですか？あ、つい最近取ったんですよ。でも取るのに、ありがとうございます。取るのに1年ぐらいかかっちゃって、はい、やばいですよね1年って。随分入念な作業だったね。そうですね、何回か落ちましたね。ごめん、やっぱり。あ、そうです。あ、そう、当たり前のように。え、それは何だろう、いろんな、なんか筆記とか。筆記は大丈夫だったんですよ、ちゃんと勉強してたんで大丈夫だったんですけど、あの実技がバックが苦手で、ほう、なんかバックしようとすると前に行っちゃったり。あの間違えてギアを。あれ間違える？なんか間違えません？え、ちょっと待って、今の手つきでいくとミッション？あ、オートマです。オートマで？間違えますか？間違えました。あんた知ってると思うけど、ミッションだよ当然。乗れないですね。乗れないよ一生。一生乗れないです、ね、ミッション一生乗れないよって。お、なんかノーバディノーズみたいなね。一生一生乗れないよ。はい、すみせっかく乗ってあげたのです。ありがとうございます。免許無事に取れたってことで良かったですね、はいはい。ちなみに山崎さんの車の正式な名称一発で言えますか？ここにメモっておきましたよ。よし、言ってみます。ランボルギーニスーノビニ。アベンタドールで。アベンタドール。あ、ランボルギーニアベンタドールスノーベニチェロ。俺のカタカナが汚いですよ。ランボルギーニアベンタドールスーパーベローチェロードスター。全然違う。ねえ、素晴らしい。これでもカッコ2016年って書いてあるからさ、2016年に購入されたんだな。ね、そのあたりも後ほど聞いてみたいと思います。楽しみ。